安木駅は、島根県安木市や安木町にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅。島根県内の駅では最も東にある。事務官コードは64万730。単式、島式2面3線のホームを持つ、地上駅。米子方面は、複線、松江方面は、単線の行き違い駅でもある。単式の一番乗り場に面して駅舎があり、互いのホームは、 湖泉協による連絡。直営駅であるが、朝ラッシュまでと、夕ラッシュからは、無人となる。上り本線は1番乗り場、下り本線は3番乗り場であり、特急はすべてこの2線を経由する。2番乗り場は上下協用の対比線である。上り列車は、特急の待ち合わせの場合のみ2番乗り場を使う。なお、下り列車では待ち合わせは設定されていない。かつて、 与那ゴ駅との間に、清水寺信号所が存在したが、複線化により廃止された。2018年度の1日平均乗車人員は921人で、ある。2004年度は867人、1994年度は1229人、1984年度は1302人だった。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。広報資料、 プレスリリースなど一時資料統計資料、ありがとうございます。